ブリストルシカモア BEA のブリストル 171G& ワグサーガワインロンドンアトウィック空港にてヒースロー空港経由バーミンガム国際空港路線の旅客輸送に従事ブリストルシカモアは英国で最初に設計され英国空軍に収益したヘリコプターである本機はブリストル飛行機により製造され捜索救難対戦線に使用された この木の名称は回転しながら落下するシカモアの好みの西洋カジカエでに由来する。ブリストル社は1944年の連合国軍のノルマンディ上陸作戦の後でビューリーにある空挺実験研究所の技術者を活用できるようになり、自社内にヘリコプター部門を設立した。アフィはヘリコプター技術の先駆者であるラウル・ハフナーの下でヘリコプターの開発を進めていたが、 ノルマンディ上陸作戦でのエアスピードホルサとゼネラルエアクラフトハミルカーの組用グライダーの成功によりアフィでのヘリコプター研究に優先度が与えられた。しかもあの設計は1944年6月に始まり2年以上にわたり特に機械部品の耐久性に重点を置かれて行われた 450HP のプラットホイット2射性。 ワスプジュニアエンジンを装備した試作機 VL958 は1947年7月27日に初飛行を行った。550HP のアルビスレオニデスエンジンを搭載した試作機シカモアマーク2は1948年夏に完成した。マーク 3A までのシカモアは左座席に操縦士と右座席に副操縦士という通常の2。 座席航空機の配置であったが、主猟産型であるマーク4は、右座席に操縦士が座る米国の標準方式に変更された。初期型からの改良点はいくつかあり4枚扉は、マーク4では標準となった。この型は、HR14 として、英国空軍に収益した。民間用モデルにはしかも、あという名称は用いられず、簡単に、 ブリストル171という名称で知られた。ミュンヘンのドイツ博物館に展示されているシカモアの種、ギアボックスシカモア HR14 は1953年4月に英国空軍の第275飛行隊に収益し、総計で9つの飛行隊に配備された。この飛行隊は、マレー危機器では陸軍のジャングルでの徒歩紹介任務に使用された。総計50機のシカモアが、 ドイツ連邦政府に3機がベルギー政府に納入された。しかもアワ、オーストラリア海軍に7機が配備された時点で、オーストラリア軍に使用された2番目のヘリコプターになったことでも特筆される。マーク1試作機、2機製造。マーク2試作2号機、1機製造。マーク3拡幅された5座席の胴体と、視界改善のために機種を短縮された量産型。 15機製造。マーク 3A 民間型。ブリティッシュヨーロピアンエアウェイズ向けに2機製造。マーク4より強力なエンジンを装備した資料三型で、軍事用はしかも、あと呼ばれた。しかも IHC10A 国陸軍航空隊向けの救急搬送機の評価用。1機製造。しかも IHC11A 国陸軍向けの連絡機の評価用。4機製造。 しかも IHR-12 英国空軍向けの捜索救難機の評価用。4機製造。しかも IHR-13 ウィンチ付きの英国空軍向けの捜索救難機の評価用。2機製造。しかも IHR-14 英国空軍向けの捜索救難任務用。85機製造。しかもアマーク14ベルギー空軍向けに3機製造。ベルギー領ンゴで使用。 しかもアマーク50オーストラリア海軍向けの捜索救難と空中警備任務用3機製造。しかも IHC51 オーストラリア海軍向けの捜索救難と空中警備任務用7機製造。しかもアマーク50に西ドイツ陸軍と海軍向きに50機製造。1958年のファンボロー国際航空省で 西ドイツ軍のシカもアマーク14イギリスオーストラリアベルギードイツイギリスありがとうございます